いやあ、刹那圭介だよ。今回もやっていきます、マインクラフト。今回は、何で俺スクショ撮ったんだろう。アホちゃん。これだ。久しぶりにマインクラフト実況を撮るもんで、ちょっとテンパっておりますな。やっぱ、なんか、毎日撮らんかったら、毎日も撮らんよな、マインクラフトの実況で。まあいいや。前回のパートで、ネザーゲートに火がつかない理由が分かったわけですよ。このヒュージー氏単体じゃ、つけれんもんらしいですね。これに鉄のイングと加えた、これ、ヒュージー氏と打ち切んねこれ、クラフトって言うんだろうか。ただ、一緒に使っとるだけに思うんやけど、まあ、いいや、もう。こっちがいるみたいですな。そりゃ、使うわけじゃって思ったけど、まあ、微妙やな。こんなんあったんじゃって感じやな、俺としては。というわけで今回はちゃんと火をつけてですね、ネザー行ってきたいと思いますね。ネザーですよ。どんな世界が広がっているのでしょうかなんていう感じで。はい、よいしょ。あーでは点火します。3、2、1、ウエス来た。ちゃんとつきましたよ。これネザーの音ですよ。神秘的ですよね。入っていきます。ウエス、あーわあ、わあ、何やこれ。わあ、埋まってる。ネザーゲートのこの辺埋まってる。すごいことになってる。ここら辺ちょっとどけとこう。来ましたよ、ネザーっすよ。おお、グローストーンとか。すごいな。そして溶岩ですよ。怖え。ここから戦いは始まるのである。今回はもうこのネザーを探検していく回っていう感じですかね。やっていきたいと思います。タイマスは何でしょうか。目印、帰ってくるための目印のとこ、ここら辺はいらんかな。そうやな。とりあえず今回はグローストーンとかこういう感じの何だったっけ、ネザー水晶か。ネザー水晶を回収するにちょっと時間を当てたいと思うね。ネザー水晶だ。これやばいぞ。めちゃくちゃあるやんこれ。すごいぞ。まだあれじゃん、ネザーゲートのすぐそばにおるだけなのに、なんでこんなにあるん。すごいな。こんなもんなんだろう。俺はなんか結構遠くまで行って探さないかんイメージがあったんやけど、やたらある。溶岩なの気をつけて。暇なんでネザーの歌を歌いたいと思います。はい、ネザー、あ、お、ビッグマンさんチース、ビッグマンさんチース。こいつらこっちから攻撃しかけんかったら、まあ襲ってこんっていう、まあ優しい系のモブなんで、まあ大丈夫さ。それより上のグローストン取りたいな。積み上げていくかい。
そうそうそう、この辺からちょっと床作ってた。あっ、わーちょっと痛い。そんなに食わんかったな、高さの方が今。さっきのこの辺りでちょっと、どうすればいいかな。2丁作る、2丁作るっていうか、押していっても用がない。押しに用にちょっとやっちゃおうと。ここまでやったか。こうするんだ、こう押していったら、まあ押していっても用が2丁になるぐらいの感じに押していった方がいいな。まあ、今回やっておいてさ、よし、これでいこう。でもって、この辺から届くように次、あかんわ。やってからない、やってからないよ。なんない久しぶりやけん、ちょっとなんか動作が変になってる。ちょっと痛いよ、これ、ちょっと痛いよ。おつ、意識を普通に壊れる。まあ、この辺からこういう、なんかゲートの近くで別にピッチリとこう、仕上げになっても、まあ取り替えるってのは別にいいんだけどね。うん、よいしょ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 、よし、いいね。出てくる、出てくる、グローション出すが出てきますよ、隊長。一人だけな。案外簡単に手に入るもんやな、って感じだ。グローション出す、ハウス出す、えらい違いですね。同じ出すとついてるのなんでこんなに違うんだろうなって、ちょっとした差別に感じてくるよ。グローション出すの、よいしょ、すごいよ。あれも取りたい、これね。とりあえず3人押さえると全部回収。ピグマンさんすごいっしょ。ダストですよ、ダストですよ。ピグマンさんダストっすよ、ダストっすよ。ピグマンさんダストっすよ、すごいっしょ。あ、ちょっとうざぎ系のキャラクター出してる。で、これ落ちたら死ぬな。命がけの採掘っていうことですな。ネザーって怖い。お、もうこんなとこ、こんな高さになった。せいでも得れるもんはでかいぞ、これ。めっちゃあるやん、これ。これだったら、ストーン何個分かになって、自分の家の明かりに今なるんじゃないかな。すごいすごい。あっ。やば、鉄のつるはし、一本しかない。まあ取りに帰ればいいだけの話では。でもめんどくさいじゃない、めんどくさいじゃないの。ってことはピグマンさん、この松明 見るの初めてなんじゃないの。これが松明ですよ、ピグマンさん。これが松明ですよ、ピグマンさん。だってこれが松明なんですよ。すごいでしょ、こういうのあるんですよ。上の世界には、上の世界っていうか地上の世界にはこんなのあるんですよ。知りませんでしたでしょ。すごいでしょ、すごいでしょ。ねえ、興味ないんか。邪魔だよ、ビッグマンさん。邪魔しないでよ、ビッグマンさん。邪魔しないでよ、ビッグマンさん。ビッグマンさん邪魔しないでよ、そそこ邪魔だよ。チェあ、ビッグマンさんどいてくれた、どい、邪魔しないでよ、ビッグマンさん邪魔しないでよ。でもこう見たら松明目立たんな、火が邪魔でさ。消火、消火、消火、邪魔なんで消火します。消火になってるかわからんが、まあいいでしょう。もうちょい目立つように置きたいんやけど、どう置けばいいかな。こうすれば一つぐらいはぐらいだかな。この松明をたどったら帰れますよぐらいの感じにしたい。タイマーズあんまちょっと節約で持つ量少なしすぎたかもしれない。てか火がめちゃくちゃついてるやん。やめろ。あ、ビッグマン、ビッグマンさん、ビッグマンさん。ちょっとビッグマンさん邪魔なんですけど、やめてくれません。ちょっと採集するんで、ちょっとこの辺どいてくれませんか。あなたに危害を加える気はないんですよ。ちょっとあなたに危害を加える気はないんで、ちょっとどいてくれませんか。ちょっと邪魔なんですよ。あれ取りたいけど下が怖いよな。危険を犯したくないんですよ。行っちゃおう。イージー。問題はこの溶岩の流れですよ。ちょっとこれも怖いよな。あと、どうしよう。あれ高いところにありすぎやけん、ちょっとやめといた方がいいんかな。イージーって言ったら何だったん。いいよ、それはちょっとまあ怖いけやめとこう。わあ、そんなところ流れていくの。よし、これでよし。
ここら辺を俺のマインクラフトと、マインクラフターとしての技量が試されるな。あー、怖っ。うわ、なんか、やべえ、やべえ、やべえ。え、え、どこ、どこだ、あんなとこ。あーす、うえっす。くそ、こんなところで干渉して来やがる。やめてくれ。あー、うわー、やべえ、こいつは倒しておきたい。あ、この高さだったら届くんか、もしかして。けん、おらおら、おらおら、ボケ、おら、やめろやから。待てよこら、待てよこら。あ、気をつけろ、気をつけろ。あー、あんな高さで届かんだろう、バカやろ、お前。もっと来い、もっと地面に寄ってこい、もっと地面に寄ってくるんだ。いいぞ、おい、そこだ、そこだ。あ、え、いやー、びっくりした。下が溶岩だったら死んどるわ今頃。あー、怖。どうなった、ガストは、ガストどうなった。ちょっと待って、まだ生きとる、まだ生きとる。じゃあ、いけるぞ。このままだったら矢がなくても戦い倒せるんちゃうかな。そんな溶岩の上に行かないで、溶岩の上に行かないでよ。ちょっとそういうのちょっとやめてよ。あ、ダメ。あーあーあっすあっすあっす。これちょっと動き回りよったらほんと松明見失うけん、ちょっと松明は気にしながら戦わないかんのぞ。こっちはここか。あと、ガトさん、松明狙うのはやめてね。ちょっともう俺としてちょっと進むからね。もしこれで、ああ、もう周りが気だらけでえらいことになってね。あいつだけは倒したい、あいつは倒したいぞ。せっかくやけん倒したいぞ。倒したいんやけど、あんまり近づきすぎたら、離れすぎたらあかんのよ。谷松が帰れなくなる。あー、届くか、無理か。もうちょい来い、もうちょい、もうちょい、もうちょい来い、もうちょい地面に寄って来い。あー、わー、やべ、わー、あー、やべ、死んじゃう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 、やばいやばい。うえー、回避です、回避、回避優先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 。一発食らったら多分そのまま火で燃えて死ぬぞ俺。あー、もう地面もめっちゃ燃えてる。俺の足場を燃やすな、俺の足場を燃やすな。お、でもこんだけ行くからさ、切れちゃうわ。あー、無理だ、俺が下に行った、ちょっと上に上げるのやめ。あー、プライディーめっちゃ燃えてるな、やめろ。あー、無理だ、ガト、息止めない、息止めないよ。やばい、ブルが悪い、ブルが悪いぞ。倒したんやけど、ちょっとブルが悪いぞ。お、なんか知らんけど、なんか知らんけど爆散したぞ。一匹減った。あの一匹ももう一匹倒したいな。違う、ガストの火がもう一つのガストにぶつかって死んだ感じかな今のは。ちょっと離れすぎたらあかんよ。松明があるけん、やばいやばい、そこら中燃えとるもん、焼け野原だよ。やーかんだろこれ、やめろやめろ。ちょっと待って、本能寺にしたいのか、ここを本能寺にしたいのか。本能寺の兵はまた違う時にやってくれ。今はやめろ、燃えすぎ燃えすぎ燃えすぎ、やめろやめろ。本能寺はやめろ、本能寺にするのはやめろ。ここを本能寺にはしていかん、やめてくれ。俺はお前戦いに来たんじゃない、まあ、強いて言えば戦いたいけどさ、やめろ。いやー、燃えすぎ笑おうし、燃えすぎ笑おうし。やめないか、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 やめないか。これはちょっと、ローソン回収してしまわない。あ、なんだ、下がるんです、相手で。ほいでも、ほいでも、下に押すだけ。どうしよう、どうしよう、これ怖いぞ、怖いぞ、裏切り燃えてるぞ。ちょっとガッツ乗せ、待ってるぞ、待ってるぞ、お前ら、バカ野郎、やめろ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 、もうちょい置いてきたやつ、もうちょい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 、もうち
めっちゃ待ったよ。せっかく二度スクイズを突破できるとこだったのに。溶岩ね、溶岩ね。あ、時間ならな。やるわ。天才戦術はもうちょい趣味の生きがいるとこだね。あ、いけるぞ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 、いける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 、もうちょい置いていてくるんかな。あー燃えすぎとる、燃えすぎとるところに。よーっしゃー、ドロップはないんかよ。ないんかよ。わ、あんなに頑張って戦ったのに得られたのは経験値ぐらいなんかよ。ちょっとそれ辛いな。さて松明のところまで戻ろう。まだ結構掘り残しあるんやけど、これはまた今度も楽しみにしよう。今度はちょっと矢をね、持ってきて、もうちょい奥に行ってネザー要塞だったかな。それ探したり、あと何だったかな。あー、何だったかな。ウィザースケルトン。ちょっと戦いたいな。とにかく、今の装備じゃちょっと、そいつらと戦うの厳しいよな。エンチャントつけてから来たいよな、今度は。よし。とりあえず帰還。ちょっとお前、ちょっとお前、何しようお前、何でお前こんなところにや。お前何しようんや。え、ちょっと待って、何でお前こんなところおるん。え、ちょっと何でお前こっちの世界来とんや。お前、お前はネザーで俺や。え、なんなん。まあとりあえずいい感じでダストとスイッチを回収。今回の成果、グローストーンダストが3スタックと49個、ネザー水晶が1スタックに28個か。どうでもいいけどネザーラックも回収して、キノコがなんか手に入っとる。ネザーラックは次ネザー行くときにあれやけんね、足場とかに使うけん持っといて損がないよな。はい。でもってまあ、今回はこの辺にしたいところなんですけど、せっかくここに、ピクマンさんが一匹来ているので、来てらっしゃるので、存分におとな、おもてなしじゃこら、おもてなしじゃこら、ボケ。お？なにこれ？なんか落としたで。おお、金の塊やって。やったね。これで向こう側のネザの世界に移ったら、一気にピクマンさんが襲いかかってくるってことはないよね。ピッグマンさん、ゾンビピッグマンって名前やったな。ゾンビピッグマン、その名の通り腐った肉ドロップしようった。金塊って何に使うんだろう、わからない。まあ、とりあえずいいもん拾ったぐらいの感じに置いとこうかな。いいね、ネザー楽しいね。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーウアゲ、ネザー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 。